今回ご紹介するテーピングは腕橈骨筋テープです。腕橈骨筋とは肘と手首をつなぐ筋肉で、特にフライパンを持つときに痛みやすい筋肉です。調理の仕事をしている方におすすめのテーピング法です。5センチ幅のテープを1本使います。ではテープを貼っていきます。親指を握って手首、肘は伸ばした状態で貼ります。手首のやや肘側からテープを貼っていきます。テープは一度仮止めして、片方を肘の外側のやや表側、もう片方を肘の外側のやや裏側に向かって貼っていきます。貼り終えたら全体をしっかり押さえます。肘を曲げた際にテープがしっかり皮膚を持ち上げるのを確認してください。